7月5日だった。全員集められ、翌朝早く出撃すると説明を受けた。盛大なセレモニーが開かれたり、眩しいライトに風邪の飛行機に乗り込んだら、もちろん緊張した。飛行機は3機あった。まずは原爆を積んだエノラ・ゲイ。そして我々のグレートアーティスト号。爆発の威力を観測する機器を積んでた。そして最後の一機は爆発の様子を撮影したりする役目を負ってたんだ。上昇がとてもゆっくりだった。パーソンズたちとモリス・ジェクソンが爆弾投下室に入り、飛行中に安全装置を外した。私は爆弾投下室に入ってテストモードから制御モードにスイッチを切り替えた。あの爆弾に最後に触ったのは私だろうよね。天候はよく、160キロ以上離れていても日本の海岸線がよく見えた。広島も80キロ先だ。いよいよ目的地に。